翌日の午後、藤森さん根はいい人だと思うけど、今日は朝から外回りをしていたが、11時半くらいになって急に藤森さんがこう言い出した。女性社員に人気の可愛いお店でランチをしたくないか。したいやろ、お前も女性社員やからな。私どちらかというと定食とかの方が。お前そんな肉体労働してるおっさんみたいなこと言うなや。え、でも私の仕事って肉体労働じゃ。よし行こうか。しゃあないな、そんなわがまま言うって。え、どうして？藤森さん、どうしてわざわざこんなところに。まあまあ。藤森さんはそう言うと通りの先に視線を向けた。彼の視線の先には女性が財布を手に歩いている。どこかの会社の制服を着た綺麗な女性だった。え、また？藤森さんはその女性の後をつけていく。藤森さん、まさかあの女性が目当てで。いや、君に素敵なランチを食べさせてあげようと思っているだけさ。明らかに怪しい。この人が標準語で喋るときは絶対に怪しい。やがてその女性はおしゃれな感じの小さなレストランに入っていった。あの店入ろうか。別にいいですけど、ちょっと高そうじゃないですか。おごってやるから。店内は女の子が好きそうな内装で、メニューを見るとランチにしてはとても値段が高かった。藤森さんが後を追った女性は一人でテーブルに座っている。変なの。何がや。まあお前この一番安い A コースにしろ。そしたらおごってやるから。それでいいですよ。それよりこういったお店に会社員の女性が気軽に来るのって不自然じゃないですか。それに一人だし。お前はどう見る。実家がお金持ちか、会社勤め以外の収入でお金を持っていて同僚からちょっと浮いている人。室長が言ってた通りやねんな。何かですか。お前はよう人を見てるな。観察力がある。ひょっとして褒められたのかな。いいのかな、こんなことしてて。本当に藤森さんはミスを挽回する気があるのかな。その後、女性は普通に食事をして成平工業という会社に戻っていった。夕方、捜査室で提出用の資料を書いていると。何ですか。今日のランチのこと室長には言わんでくれ。やはり彼女合コンで知り合った人でしょう。それで付き合うと狙ってるんですね。そうや、だから言わんでくれ。仕事中にそういうことをするのは感心できませんよ。嫌なら違うやつと組め。はい、緊急特命捜査室です。え、爆発？明智さんが巻き込まれた？え？いや、本当驚きましたよ。私たちは警察病院に来ていた。来るまでの道すがら藤森さんに聞いた話によると、明智さんは爆破事故に巻き込まれたが、幸い規模が小さく軽傷らしい。ベッドにいる彼の様子を見ると、思ったより怪我が軽そうでほっとする。明智さん、ここにお茶置いておきますね。なあ、迷惑かけてすまない。藤森も悪かったな。いや、俺は別にいいんですけど、ただ室長がすげえ驚いてました。爆発って一体どうしたんすか。
いや、俺にも何が何だか。仕事でビル街を歩いていたら急に目の前が真っ白になって。災難でしたね。まあな。でも一般市民が巻き込まれるより刑事の俺が巻き込まれた方が良かっただろう。ゴミ箱が爆発したってことは、近くを歩く誰かを無差別に傷つけようとしていたわけでしょ。ひどい犯罪っすよね。どうせすぐに捕まるだろう。ですね。入院も数日で済むみたいで本当良かったです。後で着替えを持ってきましょうか。ゴーゴン、いや、姉が持ってきてくれるから大丈夫。心配していたけど良かったです。大したことなくて。明日からは明智さんのフォローも考えんとな。なんかいろいろ大変そうやな。そうだよね。藤森さんの言う通り、明智さんのフォローも考えないと。頑張ってフォローしましょうね。おう、やる気やね。はい。お前元気あってええな。俺もやる気になるわ。私のこと心配してくれてるのかな。いや、まあ今日のところは帰るか。はい。翌日捜査室に行くと、室内には藤森さんしかいなかった。あれ、藤森さん、おはようございます。から来てたんだろう。それとも昨日の夜からいるのかな。洋服は昨日と違うけど、捜査室の人たちはロッカールームに着替えを何着も置いているので、止まったとしてもわからない。あれ、さっきまで小笠原も出てたのにな。小笠原さんも。あの、何か忙しい仕事があったんですか。いや別に、明智さんの仕事、キサラギと分担することにしたわ。これ、分担表な。やっぱり私はお客さんなのかな。そして、さらに翌日、藤森さんから新しい資料が渡された。室長が今度はこれを調べろって。なんや、最近中央区に下着泥棒が現れるって通報があったらしくて。下着泥棒？いやな、悪いけどいつもテレビドラマで見るような事件ばっかやってるわけとちゃうのよ、警察は。特に俺たちは何でも屋の雑用室、変質者のお世話から迷子探しまで、市民のためになら何でもすぐやるのがモットー。なるほど。事件に寄せんなし、困っている人がいれば助けるべし。うちの室長がよう言うてるわ。警察が本当にやらんといかんのは事件の捜査やなくて予防。どうでもええような小さい事件が後の大きな事件につながるから、他の部署がやらんような細い仕事も引き受ける。それが俺たち。なんか、何？すごいです。私、今、すごく感動しました。え？そうですよね。予防が大事ですよね。私、下着泥棒事件、頑張ります。普通の新人なら、つまんないとか言うところやね。お前、変わってんな。よっしゃ、張り切っていこうか。私たちは現場近くに着くと、その下着泥棒についての聞き込みを始めた。本当に
怪しい感じの人がうろうろしてて怖いんですよ。そうですか。その人の服装とかは分かりますか？そうか、仕事の時の藤森さんは標準語なのか。それに心なしか顔もキリッとしてるからかっこよく見える。トレーナーみたいな服装だったかな。あと痩せてました。顔は分かりますか？サングラスかけてたし、帽子も深くかぶってたから分からなかったです。そうそう、男の人っていうのは分かったけど。年齢は？若かったような。俺と同じくらいの年格好ですか？そうね。曖昧な情報ばっかりやな。そうですね、結局誰もはっきり見てないし。まあ今日はここで解散な。え、でも夜にここで張っていれば下着泥棒が来るかもしれないですよ。ええから帰れ、俺も帰るから。藤森さんはどこへ行くんですか？女の子とデート。ついてくんなよ、邪魔やから。昼間お仕事熱心でちょっと見直したのに、やっぱり見た目通りの軽い人なのかな。ああ、もうやってらんねっす。なんやねん一体。俺の今日の仕事、夫婦喧嘩の仲裁ですよ。こんなの警察じゃなくてご近所でやってほしいですよ。東京でそんな密接な近所関係とかないから警察に通報が来るんやろ。俺も大きい事件やりたいです。一家に行きたいです。夫婦喧嘩が DV になったらどうすんの？お前がいなかったら奥さんが大怪我してたかもしれんのよ。藤森さんは悔しくないんですか？一家や二家に友達たくさんいるじゃないですか。あの人たちが華々しく活躍してるのに、自分たちは雑用室とか言われて、怖い事件ばっか流されて。お前そんなん言うなら一家に移動しろや。こっちも寝てられない、いい加減にせ。言われなくても移動願い書きますよ。資料室行って雑用の後片付けやってきます。小笠原、お前も先輩なんやから、ああいう時はフォローに入れや。どうして？どうして？先輩やん。別に一家に行きたいなら行けばいい。それに夫婦喧嘩の仲裁なんて俺もごめんだね。お前先輩には敬語使えや。夫婦喧嘩の仲裁なんて俺もごめんです。机で書類をまとめていると横に明智さんが立った。入院中は迷惑かけたな。とんでもありません。明智さんは復帰してくるとみんなの席にわざわざお菓子を持ってきて一人一人お礼を言いに来た。真面目な人だな。俺が入院中に大手柄だったらしいな。中央区の下着泥棒を逮捕したらしいじゃないか。偶然です。夜女子寮の近くを張っていたら挙動不審な男が来たんですよ。それで職質したら派出所の方へ逃げ出していったんで、そこにいた警察官が取り押さえたんです。藤森は一緒じゃなかったのか？はい。単独行動したのか？藤森さんはいつも先に帰ってしまうので。あいつが？何か他に追っかけてるヤマがあるのか？
私にはデートだとおっしゃってましたけど。おかしいな。頻繁に女の子とデートできるほど藤森がモテるはずがない。この回答リアクションしにくいな。あいつ何やってんだ。いや、それより今後単独行動は絶対禁止だ。今回はたまたま派出所に警官がいたから良かったものの、もし相手がその場で襲ってきたら危なかった。男でも単独行動は危険なんだぞ。気をつけろ。はい。それから室長はどこに？急いで報告があるんだが。あ、資料室だと思います。調べ物があるって言っていたので。事務仕事を終え廊下を歩いてると声をかけられた。ずいぶん慣れたみたいだね。あ、はい。ところで藤森くんと組んだらしいけど、ああいうのが好み？別に好みで選んだわけじゃありませんよ。そうなんだ。じゃあどういう男が好み？あの何やってんすか。くどいてるとこだけど。あの小野瀬さん、うちの新人をからかうのやめてくださいよ。おやおや、もうナイト気取りかな。まさか。俺はただうちの新人が小野瀬さんのような大人の男にやけどしないよう気をつけてるだけですよ。教育担当として。やけど？そんなことしないって。彼女が希望をするなら別だけどね。じゃあまた。相変わらずエロいフェロン出してんな。あの小野瀬さんって一体？お前な。はい。いつもより遅いから何してんのかと思って見に来てみたら、小野瀬さんに取り込まれそうになってるし。え？取り込まれてなんかいませんよ。びっくりしただけで。それからお前今後は絶対に単独行動禁止な。下着泥棒を捕まえたのは偉いけど、夜女が一人で見張りなんて危険すぎる。確かに俺も悪かったけど、いや俺がもし悪いとしても今後は絶対あかん。男でも刑事は絶対に二人一組での行動が基本なんや。はい。明智さんと同じことを叱られちゃった。確かに私考えなしだったかもしれない。ごめんちょっと言い方がきつかったな。私藤森さんが置いていったりしなければ単独行動はしません。小野瀬さんにも近づきません。だから置いていったりしないでください。わかった。とりあえず仕事に行こう。